写真拡大。セリーグ、中日2対1、DeNA、5回戦、DeNA、4勝1敗、15日、名古屋、D 接戦を制した中日が連敗を3で止めた。今季初登板の先発松葉が5回13を投げて1失点と好投し、オリックスからの移籍後初勝利。 DeNA は後期であと1本が出なかった。中日は3回2失1、3塁でビシエドが DeNA 先発浜口からフェンス直撃の右越え2点2塁打を放ち先制した。DeNA は6回、外の右越え本塁打で1点差に追い上げる。8回には石満塁と一打逆転の場面を作るが、ロペスが空振り三振、続く宮崎が鋭い当たりを放つも、三塁手石垣に横っ飛びで候補され、チャンスを生かせなかった。